生初、富士吉の電話対応です。岩井様でした。あ、岩井さんか。どうなされますか。めんどくせえな、あの人。お客様にそういうことは言わない方お客様っていうか、お客様っていうか、もう取引の仕事相手だから。別に仕事相手も取引していただいてるので、そういったお口はちょっとめちゃくちゃ待たすな。いいよ、そのあの人苦手だから、そういないって言っといて。お仕事中でございましたか。今やってるよ、こっちの仕事。申し訳ありません、うん、じゃあそのように、うん、あと電話番号も聞いといて。はい、電話番号も聞いといて。はい、うん、もしもし、お待たせいたしました。あの、澤部部長がちょっとお仕事で手が離せないようで。それはまずい。いるんだもんね、だって。あ、それは私のことでした。あの、澤部部長はあのランチに出かけてしまいました。仕事出てるでいいじゃん。何でランチなんだ。お気楽部長みたいに聞こえるだろう。それで手が離せなくて、ちょっと今は難しいとのことなので、あの電話番号だけお聞きしてもよろしいでしょうか。わかりました。番号は 090-000-××になります。それではお待ちしています。はい、わかりました。了解いたしました。失礼します。お切りします。え、お切りしますって言った。あ、面白い。やばい面白新入社員入ってきましたね成立しましたね、コントとしてね。かりんちゃん、やってみてどうでした。なんでああいうことになったのか。まあでも丁寧にしよう丁寧にしよう伝わってきましたけどね。あ、それ意識しすぎちゃったのか、うん、先生、うん、かりんちゃん、かりんちゃん、これ1から言ったら1時間以上かかっちゃう。そうですね、もう特番になっちゃいますね。特番になっちゃうので、本当にひどいところを。じゃあ、はい、あの、まあ、最初から最後までなんですけど藤吉のマイナスポイントは主にこのような部分。涼子先生もこれまで見たことのない出来だったようです。これも点数つけるのは何点ぐらいですか。そうですね、18点ぐらい。18点。これはかりんちゃん安心してください、先生も笑ってましたから。いや、面白かった、もう面白かったですね。すごいコントだった。すごいコントだったって